一人だけですか。はい、じゃあ確かに、はい、はい、よろしくお願いいたします。情報公開請求を行う対象としては3通出しております。まずはいわゆる吉田調書になります。これは、まあ、政府事故調が作成した吉田氏の聴取結果書のすべて。次にそれ以外の771名分の聴取の結果書についても、情報公開の対象にしました。よって、吉田氏を含めて772人全員分の聴取結果書を情報公開請求したということになります。そして第3に関連資料としまして、政府事故調が行った福島第一原発事故に関する調査のための交通費、IC カード乗車券や使用簿や廃車簿、支払い明細等に関しての記録書類の一切についても情報公開請求の対象としました。この吉田調書はですね、このテレビ録画のものと吉田調書、それからあと771名のですね、まあ、作業に当たったりですねした当事者たちの記録をやはり並べて見て真実を知りたいというのは、私たちだけではなく、やはりこれは全国民、そして福島の人たちの願いであるというふうに思います。で、情報というのはやはり国民のものですし、これを開示しないというのはやはり、何か隠そうとしている。今回新聞で発表されたものを読んでいると、非常にリアリティを持って私たちに迫ってくる思いがあるんですね。やはりその一字一句、私たちは本当に真実が知りたいと思っています。だから全てが開示されることを望みます。私が吉田調書を新聞の記事で見たときに、本当に3.11 の後、私たちが爆発の映像を見て恐怖で逃げ惑った時のことを思い出しました。あの時私たちが恐怖で逃げ惑ったのと同じように、原発のサイトの中で吉田所長をはじめ作業員の方たちが必死の思いで何とかしたいと思って踏ん張ってくださっていたというのが、とても本当に臨場感というか、もうリアルに心に響いてきて、でも一生懸命頑張ってくれたけれどもどうにもならなかった、一生懸命手を考えたけどでもできなかった、あの時の恐怖、彼らの恐怖で吉田所長の言葉の中で、助けに来てくれなかった、その恨みつらみがありますっていう言葉も読んだんですね。あれを読んだ時に、本当に正直な気持ちをおっしゃってくれているのだと思いました。私たちが恐怖に思ったと同時に、吉田さんたちサイトの中の人たちを思った、そんな危険なものをなぜ一つの発電の手段として使わなければならないのか、その必然性は私は本当に理解できないと思いました。すべての人があの時の緊迫感、苦しさ、頑張ったこと、できなかったことを知るべきだというふうに思っています。でないとまた同じことが引き起こされるのではないかという恐怖を本当に感じています。国民の前に見える形で開示させるということをみんなの力でできたらいいなというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。